おっ、ペンダントのエンゲージ、カメリアダイヤモンド、銀座ジュエリー巻。オートスポーツ4月1日号はデイトナ24時間レースを中心に、ヤマハエンジンの F2 初走行やウィリアムズホンダの徹底メカ分析など情報を満載して絶賛発売中。この番組は横浜ゴムとご覧のスポンサーの提供でお送りします。Get a step ahead. Advan. サンベストからオーバーイレブンの余裕 GSX1150EF を今あなたに。 Everybody, take it easy from サンベスト。会社からバイクまで君の車高く買います。全国どこへでもすぐ駆けつけます。電話303-9930、東和モータース。マリー・シーンが、マルコ・ルッキネリが、そしてフランコ・ウンチーニが世界グランプリをかけ制したマシーン、そして7年連続メーカーチャンピオンを鈴木にもたらしたマシーン RG ガンマ500。破竹の快進撃を続けたマシーンはギリシャ語で栄光名誉を意味する言葉ゲラ・ウイローの頭文字が冠せられた。日本でも水谷勝の手によって82年度 500cc クラスチャンピオンに輝いている。世界最高峰に位置したマシーン、誰でも一度は手にしたい。そしてそのマシーンでサーキットをロードを借りたいという欲望に駆られるはずだ。そして純粋に7年連続世界グランプリメーカータイトル奪取の実績を誇る RG ガンマーが我々のもとに栄光の紋章とともに帰ってきた。今週のモータースポーツダイジェストは水冷2サイクルスクエア4のエンジン、そしてその中身の設計までワークスレーサーという RG400 ガンマーの発表と試乗テストを、そして85年度 F1 クラスチーム吉村モチュールのニューマシーン GSX-R750 の発表の模様をお送りします。お相手ですか、私です。 Do you know me? ちょっといいですかの神京之助でございます。このスプリントレーサーレプリカの決定版 RG400 ガンマー、そして耐久 F1 マシンの行動版 GSX-R750 の輸出仕様は2月9日鈴木本社でベールを脱いだ。レーシングレプリカの嵐はどうやら収まることを知らないらしい。しかしこの2社の登場で一つの区切りを迎えるだろう。そして RG400 ガンマーの方はボアアップを施して2サイクル 400cc ということで F1 クラスへの進撃、また GSX-R750 の方はというと、実際に吉村ワークスマシーンとして F1 仕様の85年度 GSX-R750 がすでに完成しているのです。無敵艦隊登場ということですな。そして明けて翌2月10日鈴木竜陽テストコースでの試乗テストとなりました。おっと、竜陽テストコースといっても一般の方々は馴染みが薄いので簡単に説明しておきますと、静岡県浜松市南東に位置して鈴木自行の本格的なテストコースであります。面積59万5000平方メートル、クローズドコース全長 6.5キロメートル、なんと鈴鹿サーキットより長いのだ。その中で直線 2.5キロメートル、これは富士スピードウェイのストレートよりも長いストレートもあるのだ。幅10メートル、ラフロード3000メートル、幅4メートルとなっております。
そしてあまりの高速コースのため試験員も設けられている凄さなのであります。さて試乗テスト、我々モータースポーツダイジェスト取材班はテストライダーにまたまたなんと保険をかけずに乗ったというケンツの川島健三郎さんをお願いしております。いつもお世話になっておりますが、 RG ガンマ400と GSXR750 のテストをやっていただきました。まあ、残念ながら吉村チューンの方は乗れなかったようですけどもね。北、辻本、クロスビーといった85年度吉村ワークスの試乗はあるからね。さてそしてゲストに川島さんでございます。早速よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速でございますが川島さん、はい、このすごい2台の登場でございますけどもね、ロードレース界にどういう影響を及ぼすかといういわゆる逆フィードバック現象でございますけどどうでしょうか。はい、フォーミュラレーサーは市販バイクが、ベースとなりますから、は、まあ、メーカーもそれを考えて、開発しているですね。はい、ガンマも GSXR750 もレーサーにより近い形として、作られていると、はあ、こう言えると思います。なるほど、はい、さて早速ですがこの RG ガンマ400にですね実際に試乗された感想なんですがいかがでした。はい、いわゆる2サイクルのパンチ力というやつですけども、もう 400cc とは思えないほどすごいですね。直線では軽く 200km オーバーしますしね。はー、はい、コーナーでは7半より速いんじゃないですか。あ、そうですか。はい、2サイクルということもあってちょっと比べにくいと思うんですが、他のメーカーのですね 400cc クラスの市販車と比べてはいかがですか。でもといってでもですね、意外と低中速の力があるんですよ。ほうほうほう。ですから 400cc 他の4サイクルに比べても、乗りやすさっていう点でも魅力がありますね。あー、なるほどね。はい、なんかこう見ててもどっしりとして、しかもね重厚感もありますし、かっこいいですねやっぱりね。こう見てもね。さて、ズバリ RG400 ガンマーがですね F1 レーサーとして登場するのはいつ頃になりますでしょうかね。はい、まあ、早くて4月頃、はあ、まあ、遅くても5月の全日本の筑波に出てくると思うんですけども、うん、今一生懸命やってる時じゃないですか。なるほど、はい、GP500 のガンマーがですね一般 400cc の RG400 ガンマーへフィードバック、そして RG400 ガンマーが F1 レーサーへといういわゆる変貌の図式、ちょっと面白いと思うんですけどもね。はい、まあそうですね、やはりレーサーと市販バイクとは何やか言っても密接なつながりがあると、こういうことでしょうね。なるほど、なるほど、はい、非常に興味を持たれるところでございますが、さて、川島さんインタビューをなさってるわけですね。はい、鈴木ワークスの両名の方のインタビューでございます。どうぞお聞きくださいませ。GP レーサーレプリカの RG400 ガンマを前に、開発ライダーの岩崎雅さんと、鈴木ワークスライダーとお呼びしてるんですかの、水谷選手をお迎えしております。実際に RGB、これの元になった RGB500 に乗っている、水谷選手としてはどうですか、これお乗りになったでしょ。そうですね、やっぱりレーサー気分を味わえるマシンっていうのがね、まあ、そんな感じでしますね、やっぱりね。うん、レーサー気分ってどっからどこまでですか。もうハードの面からソフトの面からそうですか。この RG400 ガンマなんですけども、開発した立場からどうですか、この車。まあ、そうですね、まあ、思った通りに出来上がったっていう感じですね。思った通りに出来上がったってどういうことで。まあ、レーサーに限りなく近づいたストリートマシンということ。これはですね、まあ、400cc ということで、はい、ボアップして F1 レーサーにと、そういう思ってる方も大変多いと思うんですけども、そこらについてはどうですか。まあ、かなりサーキット走ってもポテンシャルの高いマシンだから面白いレースできるんじゃないですか。はい、そういう予定で岩崎さんが出るっていうことはないですか。今のところありませんでも出たそうですね。出たい顔してますねおっと出てまいりましたですね、川島さん。これが GSXR750 吉村チューンですね。はい、ちっちゃくてかっこいいですね。かっこいいですね。なんですか、海外使用車の発表と同時にですね、吉村チューンの GSXR750、はい、この完成発表ということなんですが、これどうご覧になりますか。そうですね、世界 GP から撤退した鈴木ですけども、フォーミュラレーサーでは吉村と密接な関係を持って、いつもこう早い時期にですね、レーサーを開発してますね。フォーミュラークラスにはもう力を入れてるっていう証拠ですよね。まあ今年は絶対いけるでしょう。なるほど、はい。ギャラリーの皆さんもね、なんかこう真剣にというか、興味津々にご覧になってるようでございますけどもね。さて最後に川島さんが本体吉村さんと北君にいろいろとお話を伺っております。どうぞお聞きください。ではここに、チーム吉村モチュールの本体、ポップ吉村氏と、そのライダー北君を、お呼びして、いろいろと尋ねてみたいと思います。まず、この、レーサーですけども、はい、ノーマンに比べてどのぐらいパワーアップしてるわけですか。
大体130馬力ぐらいあってじゃないですか。30馬力ってことは130馬力ぐらい。137馬力。はい、はあ、そりゃそりゃすごい。ところがね、はい、馬力だけじゃなくて一番のこのマシンの財産はね、はい、144キロで上がってる。144キロ。はい、ちょっと前の F3 レーサーですね。そうです、2年ぐらい前の F3 のレベルぐらいです。はあ、これはまた どこをどうやってっていう。あのね、はい、これはその基礎的なマシンが非常に軽いんです。あー、ね、ノーマルの GSX750R が軽い。そうです、乾燥で176キロですよね。そうです、はい、ですからエンジンなんかでもね、まあ 2,3 年前のうちのエンジンだったら穴ぼこだらけでね、はいはい、相当重量取って軽くしてたわけです、はい、今は全然穴は開いておりません。そうですね、穴開いてませんもんね、はい、どこ見ても穴開ける必要がないようにメーカーが、うちが手がいらんようにメーカーが作ってくれた、ね、非常にありがたい。あ、どうですか乗ってみて。これはとにかく軽くてパワフルですね、もうそれは F1 に乗ってるっていう感じじゃないんですね。あ、なんか素晴らしいです、うん、見た感じちっちゃいですもんね。ちっちゃいでしょ、うん、コーナーでもトレ回しの良さなんですけども、すごく楽なんです、もうパワーの方なんかどうですか。十分、パワーは十分すぎるぐらいあります。パワーウェイトレーションでいうともう最高です。最高ですね、うん、今年はじゃあいけると。いける、そうです、年間6000ありますよね、普段レースはね。6000、9000ですか。6000でしたか。そうですね、まあそのうちのどのぐらい勝てそうですか。まあこっちとしてはね、全部勝つつもりで。すごい自信ですね。それはもちろん。あ、そうですか、はい。On the Race by 角谷。ヨーロッパは小粋だ。美男と美女のスーパーボックス。あのしっとりとした空気は男と女の物語を美しく進化させるでしょう。くつろぎこそ車だ。ウーの 55S。 フィアット唯一のスポーツタイプツインカムリトモ105。チェッカーモータースがお届けいたします。筑波サーキットで門谷主催による二輪の走行会が行われます。ライセンスの取得もできますので、ふるってご参加ください。詳しくはご覧の電話番号までどうぞ。この番組は横浜ゴムとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あった、ビッグカメラ、でかい、安い。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げます。